トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。7月18日木曜日の朝です。今日の空模様です。今日の天気は曇り、風は北風1メートルから2メーターです。雲は所々こう切れ目があったりして、そろそろ雲が薄くなり、梅雨明けの季節が近づいてきたなと感じる空の様子です。今日は気温も昨日よりもちょっと上がってますね。暑い日になりそうです。これから車外を開始します。昨日も3番湖外にみんな出るまで出社口を開けてましたけども、今日も出社口はずっと開けていまして、3番湖が外に出るのを待ちたいなと思います。3番湖2回目の今日の入社訓練ですね。昨日はうまくいきましたから、多分今日もうまくいってくれるんじゃないかななんて思ってます。外に出始めた鳩たち、どんどん飛び上がるのと、厩舎の屋根の上に行くのと、いつもと同じような風景で車外開始してます。鳩の自主性に任せて今飛ばしてますので、特に脅かしたりすることはしません。強制車外ができるようになるのにはもう少し時間がかかりそうです。強制車外しなくても最近よく飛んでますんで、強制車外する必要もないと思いますけども。飛翔を始めましたハットたちです。最初に飛び上がりましたハットたちが上空で一つの集団になりました。30羽ちょっとぐらいのハスでしょうね。このハットたちどん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 こう東の方向へ飛んでいき始めましたね。今日もこのハットたちは車外直後から旧車から離れて東の方へ遠征に行くようですね。だいぶ旧車から離れました。毎日のように遠征に行く鳩たちです。行ってらっしゃい、ちゃんと戻っておいでね。旧車の屋根の上にいる鳩たちです。今飛び上がりました。第2陣の飛翔開始です。まだまだ旧車の周りには鳩が残ってます。約2分ぐらい遅れて飛び上がり始めました。第2陣の鳩たちです。15羽ぐらいなんですかね。先ほどの鳩と一緒に飛んでいけばいいのになんて思いながら眺めてます。この飛び出した鳩たち元気いいですね。どんどんこう東の方に、また飛び始めてます。これも遠征に行きそうですね。第2陣も東の方向ですね、北東の方向へ向かって旧車からどん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 離れてます。先ほどの飛んでった第1陣と同じような方向ですね。多分手先で合流してんじゃないかなと思います。第3陣の飛翔開始です。屋根に随分残ってるんですね今日はね。今飛び上がりました。これでほぼ8割ぐらいの鳩は飛び上がってると思います。まだ飛び上がらない請求とか3番子はいますので、これは度外視ということになります。3番目に飛び上がった鳩たちも上空に上がってなかなかいい感じの飛翔ですね。この鳩たちは飛んでいく方向が若干違う、南東の方向へ飛んでいきました。もうすぐ5時40分になるところです。鳩が今一部帰ってきました。この戻ってきた鳩は3番目に飛び始めたグループですね。第3陣の鳩だと思います。波数的にもそうですし、なんか飛んでるのがいやいや飛んでる鳥が混じってるなと、上手に飛べない鳥が混じってるなという感じがしますので、この鳥は一番最後に飛び上がった鳥が大して遠征行かずに戻ってきたということで、遅く飛び上がって早く戻ってきたという鳩のグループになります。この鳩たちが最初から飛び出して遠征に行くと
いうふうになれば、うちの鳩の、運動も本格化という感じでしょうね。まだまだ危なっかしい鳥がいっぱいいますので、ここは無理して飛ばなくてもいいかなと思ってます。だいぶ低空になってきました。飛翔時間 12,3 分で降りてきちゃいそうですね。厩舎の屋根の上にもまだ鳩がたくさん残ってますので、屋根の上に降りてくるのは比較的簡単じゃないかなと思います。と言ってる間に降りてきました。ほんと 12,3 分しか飛ばなかったですね。このまま外で遊ばせておきます。射外開始70分後に遠征に行っていた鳩が戻ってきました。戻り方が素晴らしく悪い。最初、10羽弱ぐらい帰ってきて、その後すぐにまた10羽弱ぐらいが戻ってきたということで、今上空で一つになりながら飛び始めました。なんか今日の戻り方、他厩舎の鳥と飛び回ってたんですかね。70分間飛んでいた割には揃った期間じゃないですね。で、戻ってきてもなんとなくこう落ち着かない雰囲気で、嫌な雰囲気の気象をしてます。だいたい遠征から戻ってくるともういい加減降りちゃうんですけどね。今日はまだまだ元気に飛び回ってます。多分この中に他厩舎の鳥も混じってんのかもしれないですね。その辺があって、こう飛び方がちょっと落ち着かないような、グループがいくつかに分かれちゃうような、そんな飛翔になってるのかもしれないですね。厩舎の周りを飛んでいました鳩たちがだいぶ低空になってきて、そろそろ降りてくるかなっていうタイミングになりました。一部降りてきましたね。あー、よかったよかった。今日も70分以上の遠征ですね。あれ、飛んでる鳩がちょっとダッシュしてますね。カラスがガーカー鳴いてます。また猛禽かな。やだな。ただいまの時間は6時55分になりました。先ほどから鳩がポツポツ2羽3羽という形で戻ってきてます。これは3回目かな、3グループ目の戻りですね。2羽ですね。なんか猛禽が出た後の帰り方バラバラなんで、一体いつ揃うのかななんて心配になります。ただいまの時間は8時になりました。猛禽に襲われて1時間半経過しました。鳩がポツ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 、7時50分でも1羽帰ってきました。なんか揃ってんのか揃ってないのか、ひどい回ですね今日はね。1羽とか2羽とか3羽とか、そういう波数で戻ってきてます。集団でドーンっていうんじゃないので、どうなっちゃったのかなと思って心配で、今8時でこれ餌あげてるんですけども、この餌あげてるタイミングでは揃ってるような気がしますけども、一体いつ鳩が返したのかな、分かんないくらいバラバラの感じで帰ってきてます。私はもう諦めちゃって部屋の中に戻って、監視カメラで部屋の中見たんですけども、ちょろちょろしか来ないもんで、一体何羽揃ったのかなということで、まあ、不安になりながら今餌をあげているところですけども、まあなんとなく揃っているなっていう感触で眺めてます。まだ数羽戻りきってないとは思うんですけども、あとは猛禽に取られたわけじゃないので、
怖がって逃げただけなので、しばらくしたら今日の午前中ぐらいかけて、まあ、戻ってきてくれればいいのかななんて思ってます。猛禽によって、飛翔内容ガタガタにされてしまった今日の謝罪です。本日もこのブログにご視聴ありがとうございました。また次回もお越しいただきよろしくお願いします。失礼します。